YouTube こんにちは。メイクしてます。メイクアイメイクです。頑張った。私テレビに出ます。なんか嬉しい。なんか実感はしてないまだ。なんか後でテレビ見て、なんか後で DVD とか見て、見たら、あ、テレビ出たってそういう。これが私のブレイクルームです。いいでしょ、私がもうセレブだから。There's me, check me out. あとこれお母さんがくれたドレスに、私の靴とストッキングとこのセーター、古着で買いました。あとお母さんがこのネックレスを買ってくれました。いいでしょう、いいでしょう。さあ始まりました、素人の外国人の方が MX に殴り込みをかけるようこそ Q ちゃんのコーナーです。このコーナーではですね、日本在住の外国人、海外からお越しの観光客、通称ようこそさんをですねスタジオゲストにお迎えして、好きなことをやっていただくというコーナーです。さあ新年1回目の助っ人はサヘルちゃんですね、よろしくお願いします。嬉しいですね。嬉しいですか、はい、もう何よりも。ごめんなさい、Qちゃんの方どうぞ。大丈夫ですよ。はい、それではですね、新年1回目のようこそさん、こちらの方です。わー、ぎこちないセクシーポーズ。それでは参りましょう、ようこそQちゃん。正弘かと思いましたけど。素晴らしいテリオ、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ちなみにお名前の方お願いします。サマンサです。サマンサさん、皆さんサマンサさんですって、はい、よろしくお願いします。どんなテンションだかよくわからないですけど、ね、おいくつですか。23歳です。23歳ですって、今言ってたからね。どちらの国ですか。アメリカから来ました。よろしくお願いします。今私ペラペラと日本語で喋ってるんですけれども、うん、何年ぐらい今日本にいらっしゃるんですか。あ、今年で3年目です。3年でそんな喋ることできちゃう。お上手ですね。とんでもないです。とんでもないです。とんでもあります。さあ、サマンサちゃんなんですけれども、日本にはなんでいらっしゃった目的は。実は私ジェロになってみたいです。ジェロみたいに。ジェロ、ジャッキーチェーンじゃなくて。なんでジャッキーチェーンなんかが全然わかんないですか。ジェロ蹴ったから。あ、蹴ったからね、蹴りがうまかったから。ジェロです。あ、ジェロか。ということは演歌ということですよね。はい、うん、実は今日この番組で演歌を披露したいと思ってきました。これは楽しみですけれどもね。サマンサさん、演歌ってどこで知ったの。私ハワイ大学に行ってた時、うん、氷川きよしさんのコンサートを見る機会がありまして、うん、コンサート行って氷川きよしさんのすごいいい声、強い声と、あと拳すごい気に入って、感動して、うん、演歌にハマっちゃいました。なるほどね。すごいね。ハワイっていうのは結構その日本人の方がね、コンサートなさるってことあるみたいですけども。拳わかる、すごいですよね。拳はなかなかわかんないよ。大したもんですけどもね。今日はそれで何の曲を歌っていただけますか。天童よしみの珍島物語を歌いたいです。これは難しくていい曲を選びましたね。本当にこんな可愛らしい方がね、方を歌うっていうさあ、それではですね、中央に来ていただけますか。サマンサちゃん、よろしくお願いします。はい、さあそれでは参りましょう。サマンサちゃんが歌う珍島物語。
島と島とがつながるの、こちらちんどからあちら戻りまで、海の神様までね、演歌っていう感じですけど、じゃあ、元の場所を戻りください。まあ、この番組でね、演歌といえば奥さんさんでございますけれども、はい、奥さんさんいかがですか、サマンサちゃんの歌。まあいいじゃないですか、うん、でもさすがに私には負けます。ね、声量がすごいですからね。でもこれから、うん、特に最後盛り上がるところは全然違う、うん、そう、私はあのロシアのサチコって言われてるぐらいですけどね。小林サチコさん、ね、小林サチコ巨大っていう感じでございます。でもいい拳で ね、 ね、そうですね、拳をちゃんと頑張ってくださいよ。これからサマンサちゃんは結構その勉強とかしていこうと思ってるわけでしょ、日本で、うん、演歌。まあ機会がありましたら。機会がありましたらその程度かよと思いましたけど、今年の目標、うん、はい、ぜひぜひね、頑張っていただきたいと思います。サマンサさんにですね、興味のある業界関係者の方、こちらのねアドレスまでメールしてください。よろしくお願いします。サマンサさん、本日は素敵な歌ありがとうございました。ありがとうございました。